はい、ロジック新規の動画第2回目になりますね。今回は前回ちょっとだけご紹介しましたこのドラマーというものですね。こちらを中心に解説したいと思います。まずですね、こうトラックを立ち上げるところでこのドラマーというものをそのままですね選択して作成をクリックします。このドラマーの概念としては、やっぱりドラムを叩けないとかリズムに煮詰まってしまうとか、そんな方にはとても向いているソフトだと思いますね。ジャンルごとにパターンを組み替えていったりとか、こう叩く人の個性なんていうのもですね搭載されています。でこの辺ちょっと解説の方行ってみたいんですけども、ちょっとドラムだけだと寂しいので、そうですね、何かギターなんかを足してみましょうか。ギターはですね弾いてもいいんですけども、ちょっと楽しちゃいましょうか。この右上からループですね、ちょっとマークが変わっていますが、ここをクリックして、こんな感じでたくさんありますね。今ですとギター選びたいと。でどんなギターなのか、そうですね、じゃあちょっとロック行ってみましょう。ロック、そして、歪んだとか、こういう風にカテゴリーを選んでいって出てきたものがそれに該当するものですね。これだけでもまだたくさんあるんですけども、じゃあちょっとこう適当に聞いてみましょうか。クリックで視聴ができます。こんな形ですね。これなんかいいかもしれませんね。これを使ってみます。ドラッグ&ドロップすることでこんな感じで入りますね。でちょっとまだ長さが足りませんので、これをループして伸ばしておきましょう。この辺の操作感はもう基本的にナインと一緒ですね。でループして、で再生してみます。はい、ちょっとドラムの方が大きくなるように設定してみましょう。終わりましたらこのループは閉じてしまいます。はい、じゃあいよいよですね、このドラムの設定なんですけども、まずクリックすると、まずここでですねジャンルを決めていきましょう。クリックするとロック、オルタナ、ソングライター、R&B といった感じですね。今はこう割とロック目だったんですけども、例えばこれは R&B に変えたと。そうするとですね、これドラムのプレイヤーまでこう選べるわけですね。じゃあちょっとこっち、右にしてみて。これを変えると今までの設定は飛ぶけどいいかということですね。問題ありませんね。行ってみます。はい、こんな形になってます。再生すると。ここでちょっと聞きつつ、次パターンの中身に入っていくんですけども、もう一回じゃあちょっとロックに戻させていただきますね。じゃあプレイヤー、これはもう直感でいきます。これにします。はい、変更 OK と。で、このパターンなんですけども、このプリセットから選べるほか、自ら調整することができると。まずこのマトリックス的なところを説明しましょうか。非常に簡単ですね。ちょっと見づらいかもしれませんが、上に行けば音量大、下に行けば音量小。ということで演奏の強弱を決めることができるんですね。ちょっと今回は弱めにとか。ただの音量だけじゃなくて、ニュアンスまで変わってくれるところがやっぱり本物っぽいですね。そして、この左の軸ですね。左はシンプル。で、右が複雑。まあ、そのままなんですけども、パターンをどのぐらいこう手数ですね。を増やすのか減らすのかということになります。まずじゃあちょっとシンプル。まあ、ちょっと少なすぎな感じもしますけども、このように手数が減っていく。で、徐々にこう上げていくと、手数が増えていくといった形ですね。そのままになります。今ですと手数多めの音量決めみたいな形ですね。で、このようにして大体こんなところかなっていうのを選んだら、その次この右ですね。まず先にこっち行きましょう。フィルって書いてあって、これを上げれば上げるほど、もちろんこの言葉通りフィルっぽくなるんですね。こういった形。もう最後の方、レンダーだったんですけども、これでちょっと面白い使い方を紹介したいと思います。まずですね、今のフィルはいいんですけども、この状態だとほとんどがフィルになってしまいます。ですので、このドラマーはですね、このハサミツールですよね。ハサミツールで切ることで、それぞれ違うパターンなんかを割り当てることができます。なので、例えばここをクリックして、今フィル全開。これはちょっといただけないですよね。普段は普通のパターンですので、フィルを少なめ、もしくはゼロ。そして最後だけ、フィル全開、ここですね。で、やって、この辺聞いてみると。いい感じじゃないですかね。こういう風に調整ができると。
で、下がスイング。これはもう跳ねるか跳ねないかで若干入れておくと、こう人間っぽいグルービーな感じになるかなと思います。ですので、この辺はちょっと上げ目にしておいていただきたいんですけども、もし僕が使うとしたら、この2つはですね、そのスイング感を統一させるかなという形なので、まあ同じぐらいにしておきましょうか。こんな感じですね。はい。そしてですね、この部分からは、このドラムパターンに何を使うのかってことを決められるんですね。どういうことかって言いますと、例えば今シンバルがバン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 鳴ってましたけども、これをタムに変えたいなんていう時は簡単です。タムをクリックすることによってシンバルからですね、タムに移りますね。あとはこれで、あとこうキックとスネアっていうのがありまして、キックとスネアのこう出てくる頻度ですね。特にこう右にやると ×2 って書いてあって、2倍、要は倍点になりますね。で、このようにですね、キックとスネアの頻度を調整する。特にスネアはですね、このドラムパターンを決めるこう鍵となるものなので、出てくる頻度によって全然ビート感変わってきます。ですので、ここでビート化を見ながら調整ですね。実はですね、この作ったパターンなんかを簡単に保存できます。ここの歯車マークを押しましょう。そうするとプリセットの保存、そのままなので、押すと。そうするとこのように名前を付けられますんで、マイセットなんかを付けて、確定と。そうすれば他のやつ選んでもまたここにすぐ戻ってこれるのでいいかなと思いますね。このように使っていきます。こうパターンが決まった後は音色を決めていきましょうか。この部分ですね、クリックするとソフトが立ち上がるといった形ですね。で、こちらクリックするとドラムをどうするのか種類ですね。決めていけると。もうこれはですね、ループして決めていくといいと思いますね。なので、今だとじゃあキック、スネア、このあたりをちょっとやってみましょう。ついでにこの右のエディットですね。こちらも、いじってみたいと思います。音量ですね。音の響き方ですね。で、音程、チューニングですね。スネアもやる。このように調整することが可能となっています。やはりループさせて質感を見ながら一個ずつやっていくのがいいかなと。そしてここで注意点なんですけども、先ほどここでマイセットと保存しましたよね。しかしですね、ここに保存しただけではこちらで決めた音色は保存されません。ですので、このようにまず音色を作ったらですね、この場合はここからクリックして別名で保存で保存を行うと。ちょっとやってみましょうか。こちらも、じゃあマイキットでいいですかね。マイキット保存と。そうすると、クリックすると次回からここに出てくるといった形ですね。非常に簡単かと思います。はい。それではですね、このようにキットも整えて、最後ですね、もちろん、こう、キックになんか違う EQ、スネアには違うコンプをかけたいって当然出てきます。パラアウトですね。まずこれ消してしまいましょう。そしてですね、このパラアウトはこのドラムキットっていうもの。この部分をクリックして音源を選ぶ画面で、今ですと、こう左にですね、少しこうマークがついてるんですけども、こちらが今使ってる音源っていうのを表しますね。で今ですとステレオになってますんで、これをマルチ出力に変えてあげてください。そうするとですね、もう一回立ち上がるんですけども、実はさっきの設定というものがですね、残ってますね。ですので、これ変えただけでは音色は飛ばないので安心してください。でこの後にですね、ミキサー画面を開いて、はい、マイキットありましたね。先ほどのマルチ出力を選択すると何になるかって言いますと、こちら、ミキサー画面から見たときに、このプラスボタンが現れますね。プラスボタンを押していくことによって、見てください。これ、キック、スネアとかって、こう、パラアウトができるようになってます。めちゃくちゃ気が利いてますね。で、再生してみると、こんな感じになると。もう、パラアウト完了してるわけですね。あとは、好みのエフェクトをかけていったりとか、鮮度でリバーブをかけていったりなんかが可能となると。このようにざっと説明してきましたが、これもかなり遊べることは分かっていただけたと思います。楽器練習なんかにも使えそうですし、こう一緒にドラマとスタジオに入ってですね、指示を出す感じっていうのに非常に似てるんじゃないかなと思います。ぜひですね、この楽曲に取り入れていただけたらと思います。それでは今回の解説はこれで終了します。どうもありがとうございました。